安堵城は、鎌倉時代以降、時点の、君、聖異大将軍、守護、大名などの主君が、家臣の武士に対して、所領、書式などの治業の安堵の際に出された文書。安堵城は、当該書領、書式の権利者を示す文書であり、その性格上、権利者の家で大切に保管され、中には、子孫のもとに現在にまで伝えられているものもある。また、 売買、相続、和与などによって権利が移転される場合にも、前の権利者が有していた、安堵状も譲り受けて、権利移転の証明とし、主君側はそれを根拠として、新しい権利者に対する安堵状を出した。安堵状は武家によるものが多いが、自転の君などの公家側が、小園領主に権利を保障する際にも出されている。武家においては、 鎌倉幕府の頃には僧侶に対しては下し踏み、書士に対してはこれよりも格下の下辞状を持って、安堵状の書式としたが、加減三年に安堵状を作成するのをやめ、前の権利者による譲り状に、下代安堵を行って下辞状の代用とした。室町幕府以後には再び安堵状が作成されるようになり、足利義満以後は御飯ご教書による安堵が行われ、江戸幕府では、 領地販物、領地主因状による安堵が行われた。また、区下においては、院前、臨時などをもって安堵状とした。古文書学においては、安堵状を出した主君などの筆跡や癖などを把握することができることから、資料として重要視されている。ありがとうございます。